今回は。 1月から放送が始まままる2021年夏アアニニメメのラノベ原作アニメを全部ととめてて紹介しいいいきたいと思います今現在放送中の4月からスタートした春アニメがですね、もうそろそろ終わりが近いということで次のクールであるね、夏アニメにも注目していきたいところなんですけれども、まずはじめに、ここ最近のラノベ原作アニメってめちゃくちゃワンクールに放送する量が増えてきているんですね。ここ最近の2クールでいきますと、2021年冬アニメ、これなんと10まと、 11本あったんですね。11本の、えー、ラノベ原ンサカアニメがワンクールに放送されていた。えー、その次の2021年原アニメに至ってくると、まあ、10、プラス2本ぐらい、まあ、実質10本から12本ぐらいの、えー、ラノベ原ンサカアニメが ワンクールで放送されていたまあ、この本数っていうのは過去に類を見ないというかアニメ史上ワンクールの中でラノベ原作アニメが放送された数一番多かったクールでもあるんですねで今回はそんな流れを組んでいるのかいないのかも2021年夏アニメラノベ原作アニメは全部で 9作品ございます。というところで、まあ、ちょっと数は減ったかなっていうところなんですけれども、実はこれ延期した作品が3作品あるんですね。はい。夏アニメ放送さ、予定だったんですけれども、まあ、延期された作品が3作品あるんで,で、元々は12本あったんですけれどもね、というところで、まあ、実質、えっ、ー、と、最高クラスの本数を維持しているという、えー、ところでございます。まあ、9本って言ってもね、めちゃくちゃ多いところでございますので、えー、こっからですね、夏アニメの放送されるアノブゲンサカアニメ全9作品を、えー、全部まとめて紹介していきたいと思います。まず1作品目、 はこちら乙女ゲームのの破滅フラグしししかない悪役霊場に転生してしまったの第2期でございます1期がですね、結構大人気でございまして、満を持して第2期は放送となります。第1期の方が2020年の4月から6月までワンクール放送されていましたっていうところですね。ちょうど1年ぶりですね、公爵令状のカタリナは頭を石にぶつけた表紙に前線の記憶を取り戻します。それっていうのは、この世界が 前世で夢中になっていた乙女ゲーム、フォーチュンラバーの世界であって、自分がゲームの主人公の恋人を邪魔する悪役令状であることを思い出すんですね。カタリナの結末っていうのは、ハッピーエンドで国外通報、バッドエンドで殺されてしまうという無ごたらしいものでした。そんな結末に至る破滅フラグをあの手この手を駆使して無事ね回避していったカタリナだったんですけれども、まあ、そんなカタリナの元へ新たな破滅フラグの危機が舞い込んでくるというのが、えー、第2期でございます。 ハメフラはね、一期も非常にクオリティが高かったので、もう第二期の PV を見る限りでもそこら辺見劣りしない感じだと思われますので、非常に楽しみなところでございます。お次の作品はこちら。 現実主義勇者の王国再建記でございます。この作品は、いわゆる異世界召喚系の作品になってくるんですけれども、異世界に勇者として召喚された主人公は、持ち前の合理的精神と現代知識を使って、新しい政策を次々打ち出していって、傾いてしまった王国の財政っていうのを立て直していく物語でございます。まあ、異世界内政ファンタジー作品とでも言うんでしょうかね。まあ、そんな作品となっております。まあ、この作品は、いわゆる異世界に 転移した主人公が自分の力、えー、チート能力とかを使ってあの敵をなぎ倒していくような、いわゆるな異世界系作品とは違って、まあ、主人公に与えられた能力っていうのは特になくって、その持ち前の、えー、っと知識なんかを使ってなんか国の内政をやっていくっていうような形でございますので、今までとちょっと経路が違ったような異世界ものになってくるのかなということが伺えてきます。お次の作品はこちら。精霊幻想記 精霊幻想記は小説家になろう初の作品で異世界転生作品となっております。 主人公のリオは幼い頃に母を殺されて孤児になりスラム街で必死に生きていました。そんなある日ですね、リオは突如として前世の記憶を取り戻すことになります。その前世の記憶っていうのは異世界の日本というところで大学生をやっていた男という記憶を思い出します。そんなところから主人公のリオは自分は剣と魔法の異世界に転生したのだと気づきます。最底辺から這い上がっていく主人公のリオ、出会いと別れを重ねながら過酷な 運命を打ち砕いていく異世界ファンタジー作品となっておりますまあ、PV も出ているんですけれどもまあ割と PV 見た感じはま堅、あ、実的な、えー、アニメーションに仕上がっているかなという印象が強かったですねお次の作品はこちら探偵はもう死んでいる探偵はもう死んでいるは 2019年の11月に観光がスタートしたライトノブル作品になってくるんですけれども、えー、っと2019年ということで結構早期のアニメ化になってくるんですよね。まだ2年も経過していないところでもうアニメ放送が始まるというところで、えー、かなり早い段階ですね。えー、この作品は巻き込まれたいの少年主人公の君塚君彦は上空1万メートルを飛ぶ飛行機の中で探偵を名乗る美しい少女シエスタの助手となりました。二人は世界の敵と戦うために世界中を 飛び回り目もくらむような冒険劇を繰り広げその先でやがて死に別れました激動の日々から1年高校3年生になった君塚の前に一人の依頼人が現れます同級生の少女夏薙薙との出会うきっかけに過去と現在をつなぐ壮大な物語が始まる この作品は、あの、発表されたんですけれども、第1回初回放送が1時間で放送されるということでございますので、かなり、えー、制作人側も気合を入れているのが伺えてきますね。まあ、PV を見る限りでもアニメーションは非常に綺麗でございますので、まあ、あとはね、この作品の肝となってくる演出の部分がどうなってくるのかが期待のところでございます。お次の作品はこちら。チートクス氏のスローライフ。 異世界に作ろうドラッグストアでございます。この作品は小説家になろう初の作品でございまして、異世界転移系の作品となっております。ある日異世界に転移してしまった主人公の異世界スローライフを描いた作品となっております。主人公は自身の思い描いた薬を作ることができるという創薬というスキルを使っていろんな薬を製作していき、その薬を売りさばいて生計を立てていくという異世界スローライフ作品となっております。 pv を見る限り、かなりね、可愛らしい絵柄になっていますので、まあ異世界ね、まあ日常系作品として、まあ日常系作品ってね、一定の需要が見込めるジャンルでございますので、まあ、結構人気が出そうな感じは伺えてきますね。お次の作品はこちら。 月が導く異世界道中でございます。この作品はもともと小説会なろうに掲載されていた作品でございまして、異世界召喚系の作品となってきております。異世界に勇者として召喚された主人公は、女神様に顔がブサイクと罵られてしまい、勇者の称号を剥奪され、最果ての荒野に飛ばされてしまいます。 そんな最果ての地にて、元の世界との環境の違いから、魔術や戦闘において常識外の力を発揮する主人公、様々な出会いを経て、この世界でどのように生きていくのか、異世界世直しファンタジー作品となっております。この作品は結構昔からやられている作品でございまして、連載開始したのが2012年とかなんですよね。そっからのアニメ化でございますから、結構、やっとこそアニメ化に至ったというところもあるんですかね、というところでございます。今期ね、先ほどからね、もう分かっているかと思います。 ますけれども異世界物はやはりめちゃくちゃ多いですお次の作品はこちら 転生したらスライムだった剣の第2期第2部でございます。え、第2期のま、後半クールでございますね。もう天聖はここ最近ずっと放送されてるかと思うんですけれども、もともと転生したらスライムだった剣の第2期の前半がですね、2021年の1月から3月までワンクール放送されていました。その後ですね、2021年春アニメに入りまして、テンスラ聖日記というスピンオフ作品が4月から6月まで放送されました。そして今回ですね、転生したらスライムだった剣第2期の後半にあたる 第2部が、えー、2021年夏アニメとして7月から9月まで放送予定でございます。1月に放送された第2期の第1部の方では最後ね、リムルが魔王へと進化してね、その後ですね、まあ、シオンたちが蘇ってディアブロなども加入してベルドラもですね、とうとう解放されたというところで終わっておりました。まあ、そんなところから第2期の後半が始まってきます。お次の作品はこちら。僕たちのリメイク。 僕たちのリメイクはタイムリープ系の青春作品となっております。人生をやり直すといった形の作品になってくるんですけれども、主人公の橋場京也は売れないゲームディレクターで会社は倒産して企画もとんざ実家に帰ることになりました。実家にて同世代のクリエイターたちの活躍を横目にしながら不手根をして目覚めてみると、なぜか10年前の大学入学時に時が戻っていました。 落ちていたはずの大学には受かっていて、憧れの芸大ライフを送ることになります。 さらには、シェアハウスで男女4人の共同生活が始まる、こっから人生をやり直すと、意気揚々と始めてみたものの、そんなにうまくはいかなくて、みたいな感じの、10年前に戻って人生をやり直す作品となっております。えこの作品もですね、先ほど紹介したえ、探偵はもう死んでいると同じくですね、初回1時間スペシャルとなっております。というところですね。今期ラノベアク初回1時間が2本あるんですね。これ結構期待になってくるんじゃないかなと思われますね。はい。PV もいい感じでしたので、かなり楽しみ お次の作品はこちら。 魔法科高校の優等生でございます。この作品はタイトルからわかる通り、魔法科高校の劣等生のスピンオフ作品となってきております。元々優等生は漫画原作の作品になってくるんですけれども、まあ、その優等生の、まあ、また原作はライトノベルというところで、まあ、一応、ラノベ原作と数えてもいいかなと思いましたので、ラノベ原作作品として数えさせていただきました。で優等生という作品なんですけれども、タイトルに優等生と書いてある通り、一家生の子たち中心に描かれて ててくる物語となっておりますその劣等生と同じストーリーをなぞりながらも、一家生の子たち、みゆきだったり、ほのかだったり、雫だったりの視点から描いてくる作品になってきますので、え結構物語の見え方が変わってくるのかなと思います。 で、PV 見た感じでもですね、レッドウの方とはですね、キャラクターデザインから何から変わっていますので、結構可愛らしい感じの絵柄になっているのかなということが伺えてきます。というところですね。またこれはこれで可愛らしい感じがしていいかなと個人的には感じました。はい、ということで以上がですね、2021年夏アニメ7月から放送のラノベ原作アニメ全部まとめて紹介でございました。全部で9作品なんですけれども、最近の流れからですね、まあ、いつも通りな感じですけれども、旧作品 中6作品が異世界作品となってきておりますはいということでですねまあ、ですけれどもそれぞれ、えー、特色があっていい感じじゃないかなとは思っておりますねえ個人的にかなり期待している作品としましては、えー、僕たちのリメイク と、えー、探偵はもう死んでいる辺りですか、ね。る、はい、あとは、そうですね。乙女ゲームの破滅フラグなんかは一気めちゃくちゃ面白かったのでね。まあ、ここら辺も非常に楽しみでございます。あと、優等生なんかもですね。まあ、劣等生めちゃくちゃ好きでございますので、そこら辺でも楽しみなところあったりしますね。まあ、という感じでですね、いろいろ目白押しでございますけれども、皆さんどの作品が気になっておりますかぜひともね、えー、コメント欄にどしどしお書きください。といったところで、今回はそんな感じでございました。それではまた。